待たせたな。お茶を入れてきたから温かいうちに飲んでくれ。私が怖かったか。スマホまで落として。大丈夫、私が拾うから座っててくれ。ん？目をそらしてどうしたんだ。顔も赤いようだが、もしかして私に見られたら都合が悪いものでも見ていたのか。ああ、心の準備ならできているからいつでも見せてくれ。漫画だったのか。確かに変わったストーリーだが、結局のところは恋愛漫画なのだろう。別に読んでいても恥ずかしい内容ではないと思うが、さっきの反応は。私を当てはめて読むのは別に構わないが、その必要はないんじゃないか。何せ実物がここにいるんだ。もし興味があるなら実際に漫画の内容に合わせてみようか。ああ、もちろん本当だ。こっちに来てくれ。それにしてもまさかネクタイに装飾以外の使い道があるとはな。これでもう君は自由に手を動かせない。固く結んではいないつもりだが、きつければすぐに教えてくれ。ん？君のスマホか。だがこのままでは返信のしようがないな。平気？なら今はもう絶対に見ないでくれるか。ここには今日私に会うために来たのだろう。ならもっと私に集中してくれ。君が試してみたいことなら何であろうと私が付き合ってあげるから。まさか食事中に停電とはな。だが安心してくれ。この建物には予備の電源設備があるからすぐに復旧するはずだ。あ、大丈夫か。グラスなら気にしなくていい。私が後で片付けておくから、怪我をしないように今触れないように。あ、いや、なんでもない。水が落ちてきて体を引いただけだ。あ、確かに服は濡れてしまったが自分でも拭けるから気にしないでくれ。気持ちは嬉しいが、そんな風に触れると少々困るというか。濡れている場所を探しているのはわかるが、テーブルの高さから考えて胸元はさすがに大丈夫だと思うが。大丈夫か。慌てる必要はない。怪我をしたらどうするつもりだ。そろそろ立てそうか。いや、別に重いとかではない。ただこのまま座り続けていたら君まで。拭いてくれるのは嬉しいが、そろそろ。あ、待つんだ。そこは用意してくれ。君、言うこと。まあいい、私は少し席を外す。着替えてくるだけだから、スマホで照らしてくれなくても大丈夫だ。君はダイニングで待っててくれ。来，茶泡好了，趁热喝吧。嗯，有这么吓人吗？手机都掉了。哦，没事，我帮你捡。怎么了？脸这么红，
还不敢看我。手机里是有什么不能被我知道的事吗？我做好准备了，给我看吧。虽然剧情有些特别，但也只是恋爱题材的漫画而已。看这些也不是什么丢脸的事，为什么刚才的反应会那么大？虽然不介意成为你幻想的对象，但我觉得应该没这个必要。我就在这里，如果真的好奇漫画里的动作，我可以直接示范给你看。不骗你，靠过来一些吧。其实我也是第一次知道，领带除了装饰之外还有这种作用。这样你的手就动不了了。哦，不是死结，要是难受的话就说出来，随时可以解开。好像有人找你，不过现在这样应该也回复不了。没关系，那就别看了。既然你今天是特意来找我的，就专心一点。只要是你想尝试的事，我都可以陪你。我也没想到晚饭吃到一半的时候会突然停电。啊，不过放心，小区里有备用电源，稍微等等，应该就会恢复供电了。啊，怎么了？没事吧？啊，杯子碎了就碎了，待会儿我会收拾的。哎，你别去碰，小心划伤。没什么，只是有水顺着桌沿滴下来了。哦，身上是有点湿，我自己擦擦就好。这么到处摸来摸去，你是真的想帮忙吗？就算要找位置，按照桌面的高度，滴下来的水也应该溅不到胸口才对啊。小心！啊，慌什么？这么急着往后退，会被桌子磕到的。赶紧站起来吧，别坐在我的腿上。哦，没有嫌你重的意思，只是你再继续压着我，可能会把自己也……不用擦了。差不多就可以了。等等，别乱碰。你这……算了，我稍微离开一下。不用拿手机帮我照明，我是去换衣服，你别跟来。자차가다되었으니식기전에들어요어그렇게놀랐어요휴대폰까지떨어뜨리고괜찮아요주워줄게요아왜그래요얼굴도빨갛고지금눈을못마주치잖아요휴대폰에내가보면안되는거라도있어요
네준비됐어요보여주세요스토리가특이하긴하지만로맨스만할뿐이에요이게부끄러울일도아니고왜그렇게민감하게반응한거예요상상의대상이되는건상관없지만굳이그럴필요없잖아요내가바로여기있으니만화속장면이궁금하다면직접보여줄게요정말이에요이리와봐요사실넥타이를이렇게쓸수있는지는처음알았어요자이러면손을움직일수가없죠꽉묶지않았으니불편하면말해요언제든지풀수있어요누가당신을찾는것같은데지금은답장할수없겠네요괜찮아요그럼보지마요오늘은특별히날찾아왔으니여기에집중해줘요당신이하고싶은일이라면뭐든같이할게요밥먹는도중에갑자기정전될줄은꿈에도몰랐네요걱정말아요단지에예비전원이있어서곧전기가들어올거예요왜그래요괜찮아요컵파편에다칠수있으니건들지마요내가지울게요괜찮아요물이책상을타고흘렀을뿐이에요옷이조금젖었네요내가닦을게요여기저기다만지고정말도와주려는거맞아요책상에서떨어진물이가슴을적시지는않았을텐데요조심해요당황하지마요그렇게뒤로급하게물러나면책상에부딪혀요다리에앉아있지말고그만어서일어나요무겁진않지만그렇게계속위에앉아있으면내가그만닦아요그정도면됐어요잠깐만지지말아요당신도참 아니에요잠시자리좀비울게요불빛비춰줄필요없어요옷갈아입으러가는거니까따라오지마세요